えっと、先週の、まあ、4連休がありましたけども、まあ、その時にちょうど東京オリンピックが開会したわけですでこの4連休で、まあ、かなりあの人もですねあのいろんなところに動くようなあの状況であったわけですであの、まあ、私のところは、えっと、区内の診療所ですけども、えっと、まず3つですね非常にあの私の方から危惧することがあります。 1まあ一つはですね検査の陽性率が東京都の検査の陽性率は、えー、7月の上旬ぐらいはです、ね、10%弱だったところがですね、えー、先週18%弱まで上がってきてます。 で私のところは感染症内科の診療所ですけども、まあ、ある程度、疑いコロナの、新型コロナの疑いのある方が来られるわけですけども、えー、現在ですね、大体検査をした方の半分ぐらいがですね、えー、陽性になっている現状です。えー、検査の陽性率が、えー、10%を超えるということはですね、 これはただその一方でですね検査ができない方で陽性の方がさらにそれよりも多くの多く水面下におられる可能性もありますのでやはり検査はですねある程度充足する必要があると考えますし現在確認されている報告者の中 報告者以外にもですね、さらに多くの陽性に、陽性である可能性のある方がおられる可能性がありますので、このあたりはですね、早めに検査をして、早めに陽性者を見つけて、感染対策をしっかりとするということが非常に求められる状況であります。二つ目はですね、報道でも言われてますけども、いわゆるデルタ株、インド由来のデルタ株ですね、L452 あるという変異ですけども、 この変異株がですね、東京ではかなりの割合で置き換わっている状況であります。東京都が発表しているデルタ型の変異株の割合はですね、かなりの割合、高い割合だというふうに認識されておりますけども、私のところでも、 デルタ株の検査を行ってますが、えー、先週ぐらいからですね今月の中旬ぐらいまではですねたい半分ぐらいの方がデルタ株が検出されてたわけですけども、えー、先週7月の最後の週になりましたら、えー、新型コロナ陽性の方のほとんどがですねこのデルタ株が検出されている状況であります。えー、とデルタ株というのはです、ね まあ皆様方もご存知の通り従来型に比べて非常に感染力が強いということが懸念されています。まあ、具体的にはですね、えー、これまでは、えーまあ、飲食の機会はもちろんなんですけども非常に大人数で長時間、えー、三密と呼ばれるところでですね、まあ、飲食をした方が、まあ、比較的感染するリスクが高かったわけなんですけども このデルタ株が検出された方の行動履歴をお話を伺うとですね少人数で短い時間でですねなおかつ3密と呼ばれないところの空間で飲食の機会を設けたという方でも陽性になっている方も少なくはありません。したがいまして現在ですねこういった非常に感染力の強いデルタ株が東京ではほぼ置き換わっていることが推測されますので。 まあこれまで感染対策皆さんしっかりとやっておられると思うんですけども決してですね緩めることなくマスクを外して会話をするような環境ではですねできるだけ短い期間あまり大声を出さずに会話をする時はマスクをするあるいは口元を手で覆うようなですねこういった対応を個人個人がもう一度見直していただきたいというふうに思います。 それから3つ目の懸念されることですけどもこれも東京都で非常に今あの問題になっておりますけども、えー、ワクチン接種が進むことによってです、ね、特に高齢者のワクチン接種が進むことによって高齢者の重症化の割合あるいはお亡くなりになる方の割合はかなり減ってきておりますこれは非常にいい傾向でありますけどもその一方で,です、ね、40代50代の方の重症者が増えております。またその その他にもですね若い方の感染者も非常に多いことが懸念されておりますが多くの方は重症に至らない今でもですね中等症で自宅療養を余儀なくされている方も少なくはありません中等症といってもですね、まあ、軽症といってもですね この感染症は非常に高熱が出る、あるいは、えー、息苦しくなる、軽症でもこういった症状が出る方が非常に多いですので、まあ、本来であれば入院が必要とされる患者さんでも、えー、中等症ということで自宅療養、あるいはホテル療養を余儀なくされている方もかなりおられます。まあ、こういった方々がですね、えー、自宅で、えー、状態が悪くなってですね、診断した時は、あの、決して体調は悪くなかったんだけども、 経過を見見てていいるととときに、えー、悪くななってしままうということもおかなり見られますですので、まあ、こういった、あのー、非常にその自宅療養者の増加というのはですね、えー、今後お自宅で重症化して、えー、重症化した方のおベッドが必要とされるという事態にも陥る可能性も十分にありますので、まあ、この辺りはですねしっかりとお医療体制の整備、えー、もちろん医療体制の整備を整えることも重要なんですけども とにかく感染者を増やさないということが一番重要なことですので、このあたりも皆さんお一人お一人がですね、軽症だからといって決して、えー、油断することなくですね、他の人に感染させない、えー、年配の方に感染させない、特に若い方はですね、えー、お父さんお母さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃんに感染させないような対策をしっかりと、えー、取っていただくことによって、 まあこういった医療の逼迫を未然に防ぐことも可能になると思いますのでこの3点についてですね是非とも明日からですねあの皆さんもう一度しっかりと理解した上えで感染対策をよろしくお願いしたいと思います。 えっと、予防接種というのはですねこれはあの感染症対策で最もか簡単でですね最も確実なな、えー、ツールなんですねでもちろんあのワクチン接種というのはですねこれまでもいろんなワクチンがありますけどもそれぞれやっぱりメメリットメ、えー、メリットデメリットトデがあります、えー、っとワクチン接種はですね、えー、っと2つの役割があるんですけどもこれは皆さんはもう個人を守る要するに一人一人がですね感染症にならない。 重症化しなないいとううようなですね個人を守るという重要な役割もあ,るありますけども、えー、2つ目の役割としてはですね、えー、感染症から社会を守る感染症から日本を守るというような公衆衛生学的なあ役割もあります社会防衛の役割もあるわけです。ですから皆さん一人一人がですねワクチンをすることによって、えー、感染症を広げない、えー、経済活動を回す。 まあそういったあの一方でですね、まあ、デメリットもあるわけでしてこれはですねやはりワクチンを打った後、まあ打った場所の痛みがあったりとかですねあるいは、えー、今回の新型コロナのワクチンに関しましては2回目に打った後にですね、まあ、高い熱が出る方も少なくはありませんただこの副反応に関しましては、えー、多くはですね、まあ、23日で体調が良くなる方が多いと言われてます ただ実際にワクチンを打たないでですね、新型コロナにかかった方、この方もですね、やはり高い熱が出ることもありますし、場合によってはですね、重症化して命を落としてしまう方もおられるわけですし、あとは、えー、まだよくわかってませんけども、長く続く症状によってですね、えー、苦しめられることもあるわけです。まあそういった意味ではですね、ワクチン接種をするメリットの方がですね、デメリットよりもかなり高いと、 いうことがあ分かってきているところでありますので、えー、もちろん強制,で強制ではありませんけども、えー、ぜひともですね、えー、個人個人を守る、あるいはご家族を守る、それから、えー、日本を新型コロナから守るというところを踏まえた上でですね、ぜひともワクチン接種をしていただきたいと思います。えー、最近ですね、えー、高齢の方はほとんどワクチン接種が進んでますけども、やはり若い方のワクチン接種が なかなか進まない現状もあります。もちろん若い方はですね、比較的新型コロナにかかっても軽く済んでしまうというようなことも事実ではあります。ただ皆さん方のご両親ですね、それからおじいちゃんおばあちゃん、もし自分がかかった時にですね、自分は症状が軽くてもですね、そういった家族に移してしまう、あるいは周りのご高齢の方に移してしまう、まあ、こういったことでですね、落としてしまう命もあるかもわかりません。 もちろんあの、ワクチンによるです、ね、副反応のこともいろいろありますけども、まあ、こういったことを考えた上で,です、ね、まあ、社会全体の感染症から守るということをもう一度理解していただいた上で、えー、ぜひともワクチン接種に前向きになっていただきたいというふうに思います。で、あのワクチン接種に関してはですね、今回の新型コロナのワクチンに関しましては、えー、かなりですね、えー、間違った情報も流れていることも事実です。 ま、間違った情報の中にはですね、いくつかやはり分けられるとは思うんですけども、まずですね、一つはですね、これは医学的に全く違ったことがですね、いわゆるデマとして流れていることもあります。例えばですけども、え予防接種というのはですね、実際の病原体をそのまま体の中に入れているわけではありません。もちろん、あの、生ワクチンというワクチンはですね、病原体を、 毒性を弱くして入れてますので、その病気に軽くかかったような副反応は出ますけれども、新型コロナのワクチンは病原体を使っているわけではありません。ですので、えー、病原体を摂取しているということは明らかな間違いですので、まあ、こういった明らかな間違いは、えー、信用しないでいただきたいというふうに思います。それからもう一つですね、えー これまでの医学的な知見、あるいはこれまでのいろんなワクチンで積み重ねられたですね、事実からですね、明らかに、明らかにというか、まあえっと、可能性が非常に低い事実もあります。例えばですけども、ワクチンを打つことによって、えー、自閉症になるとかですね、ワクチン接種をすることによって、えー、不妊症になるとかですね、 まあこういった事実はですね、えー、もちろん可能性として絶対にないとは言い切れないところはありますけれども、これまでのワクチンでもこういったことはですね、科学的に否定されてきているものであります。すなわち可能性はゼロではないんですけども、もう極めてゼロに近いというようないろんな情報もあります。もちろんこれはですね、えー、絶対に大丈夫とは言い切れないところもありますけれども、えー、これまでに積み重ねられたですね、医学的な知見から、 可能性が非常に低いものですので、過剰な心配をする必要はないとは思います。で、もう一つですね、えー、副反応に関してですけども、えー、これはですね、まだまだ分からないことは非常に多いものです。特にこのメッセンジャー RNA ワクチンというのはですね、うん、初めて開発されたワクチンですので、えー、これからですね、1ヶ月後、1年後、10年後にですね、分からないことが起こってくる可能性も否定はできません。 ただこれはですね、データが打って打たれる方がですね、増えてくれば、そういったデータが蓄積されてくるものでありますし、まあ、現在懸念されているいろんな副反応もありますので、このあたりもですね、えー、分かってきた正しい情報をですね、その都度入手していただいて、ご自身の中でしっかりと理,理解していただくということは非常に重要だと思います。過剰に恐れることはありませんけども、正しい情報をしっかりと入手してですね、 え、ワクチン接種を、皆さんお一人お一人がですね、しっかりと考えていただいて、ご自身で決めていただきたいというふうには思います。